聞こう。皆さんこんにちは、アンニョンガセヨー、ふうかです。さて、今月のテーマ、イームンセ先生の楽曲の3曲目は、深い夜を飛んで、キップンパブルならそうという曲をカバーして紹介します。この曲は1987年に発表されたイームンセ先生の第4週アルバムに収録されている曲です。この第4週アルバムは本当に聴き応えがあって素晴らしいアルバムだと思うんですよね。ベストアルバムかなと思うくらい、すべての曲の完成度が高く、曲順や全体のバランスもとても素晴らしいです。もう歴史に残る名盤だと思いますね。イ・ムンセ先生と作曲家のイ・ヨンフン先生が一緒に作業を始めたのが第3週アルバムからで、第3週のヒットを受けて次のアルバムということで、当然第4週はですね、期待も大きかったわけなんですが、その期待通りに波に乗って、なんと約280万枚を売り上げたそうです。この年のゴールデンディスク賞アルバム大賞を受賞されております。この第4週アルバムは全曲イ・ヨンフン先生の作詞作曲なんですが、このアルバムを1枚聴くだけでイ・ヨンフン先生の作曲の世界観の広さを実感できると思います。優しいメロディーと情緒的な歌詞が特徴的な、さらにチナガミョン、愛が過ぎればという曲や、壮大なロックバラードから合唱に展開していくクニョエ・ウスムソリップン、彼女の笑い声だけという曲とかですね。そして今日カバーするキップンパブルならそ、深い夜を飛んではですね、アップテンポの可愛らしい歌詞の楽曲なんですね。で、この3曲を同じ人が作曲しているっていうのが本当に驚きですので、ぜひ聴いてみてください。そしてイ・ムンセ先生の歌唱力も本当に素晴らしいです。軽やかな歌い方から大きな響きまで、曲によって多彩な歌唱を聞かせてくださいます。イ・ヨンフン先生の楽曲の魅力を最大限に表現できる歌手がイ・ムンセさんだったと言われていますが、このアルバムを聴くとそれがよく理解できます。もしイ・ムンセ先生の楽曲をこれから聴いてみたいという方はですね、この第4週アルバムがおすすめでございます。では今日カバーする曲、キップンパブルならそう、深い夜を飛んでの話題に入っていきます。この曲もイ・ムンセ先生の代表曲の一曲なので、ドラマの挿入歌になっていたり、いろいろな歌手の方がカバーしていますので、ご存知の方も多い楽曲だと思います。実はこの曲をどうしても歌いたかったので、イ・ムンセ先生特集が今になったっていう事情があるんですよ。で、実は番組の1年目からもうイ・ムンセ先生をテーマにする月を作ろうっていうのは思ってたんですけれども、この曲がねアップテンポなので、去年はまだ歌える自信がなかったんですよね。今年は挑戦してみようと決めていて、やっと踏み出せたという感じでございます。今週のトーク会で紹介した応答せよ1988でもですね、第1話からこの曲がかかるんですよ。で、私は非常に嬉しかったですね。それから以前にマコペコさんがおすすめしてくださったドラマ私たちのブルースでも、船長と四億さんのシーンでこの曲が使われていました。で、ウニさんが携帯でこの曲を確かかけながらノリノリで歌っているという場面で使われていました。私はイ・ムンセさんの原曲よりも先にチョソンモさんのクラシックというアルバムでこの曲を聴いたんですね。で、チョソンモさんのカバーはカントリー風のアレンジになってて、これがねとってもいいので、ぜひ聴いてみていただきたいです。で、 YouTube で検索してみたら、チョソンモさんがボンゴっていうちっちゃな太鼓みたいなのを叩きながら歌番組で歌ってる動画があったんですよ。でね、叩きながら歌うのってすごい難しいと思うんですけれども、いや、さすがもうプロの歌手はリズム感が神がかってるなっていう点も見どころでございます。こちら概要欄にリンクを貼っておきますね。そしてもう一つこの曲のカバーで紹介したいのがキュヒョンさんのカバーなんですよね。以前にこの番組でもキュヒョンさんの効果門でという曲を紹介しましたが、その曲と同じミニアルバムの中にこの深い夜を飛んでという曲のカバーも収録されています。キュヒョンさんといえばスーパージュニア、つまり
アイドルですよね。なのでギュヒョンさんのカバーでは振り付けがあるんですよ。で踊りながらね歌ってくれるんですね。でこの振り付けが本当に可愛いのでぜひ見ていただきたいです。ちょうど去年から始まったニューフェスタという音楽番組でギュヒョンさんがこの曲を歌っている動画を見つけましたのでリンクを概要欄に貼っておきます。で私自身はね正直そんなにアイドルに興味がある方ではないんですけど、この動画で本当にアイドルってすごいと思いましたね。キュヒョンさんがねとにかく眩しいんですよ。なんか光を放ってるんですね。でキュヒョンさんってもう35歳ぐらいだと思うんですけど、35歳って言ったら一般人だったらちょっとおじさんの入り口にもなりうるような年齢じゃないですか。でもアイドルはもうガチサーになってもなおねこんなに眩しいのかというのが衝撃ですんで、ぜひ皆さんもこのキュヒョンさんの動画をご覧になってみてください。では続いて歌詞の内容紹介に入っていきます。この曲はまるで絵本を読んでいるような可愛い歌詞の曲なんですね。今日は一番の歌詞を紹介するんですけれども、この曲も多くが繰り返しになりますので一番の部分を覚えるとほとんど歌うことができます。まず最初の部分ですね。우리들만나고헤어지는모든일들이僕たちが出会い別れるすべてのことが어쩌면어린애들놀이같다なんだか幼い子供たちの遊びみたいだ슬픈동화속에悲しい童話の中で구름타고멀리날르는雲に乗り遠くへ飛ぶ작은여전들의슬픈이야기처럼小さな妖精たちの悲しい物語のように그러나우리들だけど僕たちは날지도못하고울지만飛ぶこともできず泣くけれど사랑은아름다운꿈결처럼愛は美しい夢のように고운그대손을잡고君の綺麗な手を取って밤하늘날아서夜空を飛んで근전으로갈수도있어宮殿に行くこともできるというね前半部分の歌詞です。もうこの部分が本当に絵本のような歌詞ですよね。で次の部分が多分サビのフレーズに当たると思うんですけれども、その部分の歌詞に行きます。난오직그대사랑하는마음에僕はただ君を愛する気持ちでバボ같은꿈꾸며バカみたいな夢を見ながら이룰수없는저꿈의나라로叶えられないあの夢の国で길을잇고헤매고있어道に迷いさまよっているという歌詞なんですね。この曲をカバーしているチョソンモさんもキュヒョンさんも王子感がある方なので、もうすごく曲がよく合うと思うんですよね。では曲を聴いてみてください。イームンセさんのキップンバムルならそ深い夜を飛んでという曲をカバーしました。만나고헤어지는모든일들이어쩌면어린애들놀이같다슬픈동화속에구름타고멀리날아는작은여전들의슬픈이야기처럼그런나우리들알지도못하고울지만사랑은아름다운꿈결처럼고운그대손을잡고밤하늘을날아서전으로갈수도있어난오직그대사랑하는마음에바보같은꿈꾸며이룰수없는저꿈의나라로길을잇고헤매고있어그러나우리들알지도못하고울지만사랑은아름다운꿈결처럼고운그대손을잡고밤하늘을날아서꾼전으로갈수도있어
그러나 우리를 알지도 못하고 울지만 사랑은 아름다운 꿈결처럼 고운 그대 손을 잡고 밤하늘을 날아서 꿈전으로 갈 수도 있어 난 오직 그대 사랑하는 마음에 그러나 우리를 알지도 못하고 울지만 사랑은 아름다운 꿈결처럼 고운 그대 손을 잡고 밤하늘을 날아서 꿈의 근전으로 갈 수도 있어 はい、いかがでしたでしょうか。今回のカラオケ音源はピアノとシンセサイザーとベースとドラムの音が入っています。今回もなるべく原曲に似せてカバーしてみました。実は今回初めてベースの音を使ったんですけれども、この曲はベースとドラムのリズムパターンが非常に重要なんですね。原曲の雰囲気の要になっている音なので、その部分のサウンドを、ね、大事に再現してみました。とにかくテンポが速くて、外国人にとっては早口言葉みたいな歌なので、歌よりも韓国語をつなげて素早く発音するっていう練習をたくさんしましたね。もう頭で考えるよりも口の動きを体にすり込む感じで覚えました。で、一回覚えてしまえば歌うのはすっごく楽しい曲でした。今月のテーマ、イ・ムンセ先生の楽曲は今週までで、来週はハルシソさんのリクエストでピョンジンソプさんを紹介します。で、ピョンジンソプさんも私は大好きな歌手なので、紹介する機会をいただけて嬉しいです。大体いつもカラオケ音源を作って歌を練習して、レッスンを受けて、もう一度最後歌い込んでからレコーディングっていう感じで、大体私は1曲あたり2週間をかけて作業しているんですが、今月の楽曲はどれも練習が楽しくて、ちょっとレコーディングが終わるのが寂しかったくらいですね。自分の好きな曲と向き合って練習する時間っていうのがね、とても幸せな時間でした。今日 YouTube に歌ってみた動画が上がります。 YouTube の方は韓国語歌詞を動画内に表示しています。その他の外国語字幕は YouTube 字幕でお楽しみください。概要欄の質問箱からメッセージや質問、リクエストなどぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも英語でも大丈夫です。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。